NHK 北九州放送局は福岡県北部を放送対象地域とする日本放送協会の地域放送局である。4階エントランス4階職員通用口側。画像右側の映っていない部分にはスタジオ内を覗くことができる窓があるが、最近はカーテンが閉められていることが多い1931年12月に九州の放送局としては3番目に開局した。 同じ福岡県内には、九州、沖縄地区を統括する NHK、福岡放送局があり、両局で福岡県内のエリアを分けている。北九州局の放送エリアとしては、正式には、北九州地区、地区法地区の九州18町村を対象としているが、かつて次局の概要説明では、福岡県北部地域はもとより、大分県や山口県にまで及んでいますとして、 スピルオーバーによる臨検での主張を念頭に置いており、主張対象者人口を約280万人としていた。1988年に NHK は放送局網を整理し、主に県庁所在地以外に設置されていた放送局のほとんどを市局、または報道室に格下げしているが、北九州局は福岡局に統合されることなく存続し、現在に至る。このため、 福岡県は北海道以外では唯一県域で NHK の放送局が2局ある形になっている。FM リクエストアワーなどは同時刻に福岡放送局と同盟の別な独自制作番組を放送していた。ただし一部の地域情報番組やローカルニュースは福岡局制作のものを受ける形となっており重大な事件や事故などのニュースが入った場合も 福岡局からのニュースに切り替えるなど、県内での報道取材体制は、福岡局が主導する形となっている。報道取材エリアの分担は、業務管轄区域と異なり、地区法地域西部での事件、事故などのニュースは、福岡局が取材、報道、逆に、村形地域のニュースで、場所的に、福岡局がすぐ対応できない場合は、北九州局が取材、報道することがある。 選挙、相撲関連についても、福岡局が対応することが多い。室町一丁目地区第一種市街地再開発事業で誕生した複合商業施設、リバーウォーク北九州に入居する。局の業務エリアとしては、リバーウォークの最も東側、半球状の建物である NHK 棟の4階5階が該当し、本館4階に接続する入り口のほか 専用のエレベーターが設けられている。なお、1階から3階は商業施設と公開空地、上は北九州芸術劇場中劇場となっている。4階の一部は視聴者公開スペースとして開放しており、生放送用の設備が整えられている。テレビ用のファム用スタジオもあるが、実質ニュース専用スタジオとなっており、このスペースもスタジオとして位置づけられている。 視聴者公募により、リバーサイドスタジオの愛称が付けられている。このほゆくはし市に、ゆくはし市局、飯塚市に、飯塚ず市局が置かれており、北九州放送局のエリアのうち全社は、建畜地方、校舎は、畜地放地方の報道取材を行っている。主要地域の中心となるつぼねのみを掲載。中波放送は、福岡局ともども中継局が存在しない。このため、 県築畜法の一部に南朝市地域が存在する。以下のケーブルテレビではテレビが再送信されている。北九州放送局には北九さんとハレピョンと呼ばれるマスコットキャラクターが存在する。何しようん北九州のキャラクターとして2004年4月に登場した北九さんは北九州局のマスコットキャラクターとして起用された。 中の人が3人存在していた。何しようん終了後も2007年9月までデータ放送のトップ画面に登場していたが、翌月からはナ,ナミちゃんに置き換えられ、完全に姿を消した。2011年に開局80周年を記念し、北九州出身のリリー・フランキーによって、ハレぴょんが制作された。北九州放送局では、現在地に移転以降、 リバスタを活用したイベントを定期的に行っている。ありがとうございます。